1月20日ハドソンより発売予定。E-SWAT とはアイスと呼ばれる特殊装甲を身につけて凶悪なテロ組織と戦う男たちのこと。E-SWAT。ステージ1は夜の街が舞台。街中にはびこる犯罪者を倒していこう。ステージ1、2は生身での戦いになるので注意して進もう。ここのボスはヘリコプター。落下するフロアでの死闘が始まる。ステージ2はサイバーな刑務所で戦う。牢の中に入らなければボスの場所には行けないぞ。ステージ2のボスは2体のロボット。破壊したと思ってもまだ攻撃してくるから気をつけよう。ステージ3でやっとアイスを装着できる。心強い味方だ。ここは原子炉の前での戦いだ。敵の攻撃もかなり厳しくなってくるぞ。ステージ4はマッドサイエンティストの研究所。ヘドロのような敵が次から次へと襲ってくる。7月14日セガより発売予定。スーパーモナコグランプリ、期待度ナンバーワンのレースゲームがついに登場だ。このゲームにはスーパーモナコグランプリ、ワールドチャンピオンシップ、フリープラクティスの3つのモードが入っている。それでは今回の目玉であるワールドチャンピオンシップモードから見てみよう。このモードは世界のサーキットを舞台に全16戦戦い抜くというメガドライブのために作られたオリジナルモードだ。まずは7速4速オートマからトランスミッションを選び予選に入る。ここでのタイムが本戦の出走位置を決定する。あら、行っちゃった。そして本戦。いやー、ものすごいスピード感。こうして世界のサーキットを戦い抜くんだ。それでは次に好きなサーキットで死ぬほど練習できるフリープラクティスモードだ。全16コースあって、どのコースも背景がとても美しい。ではジャパンコースを走ってみよう。おー、立体交差してる。さて最後にアーケード版から移植のスーパーモナコグランプリモードだ。内容はアーケード版とほぼ同じ。レースの興奮は変わらない。君は史上最高のファイナルラップを出せるか。8月9日セガより発売予定。初の本格 RPG 毛量戦記マダン。ほら、魔界が誘っている。コナミ、コナミゲームボーイソフト。打って消すと癖になる、シューティングパズルゲームクォース、好評発売中。コナミ。
ロールプレイングシミュレーションゲームファイヤーエンブレム。超ウルトラテクニックドラゴンクエスト4、戦闘のキャラで音楽変化。いつも戦闘の勇者をたまにはライアンに変えてみよう。おお、第一章の BGM が懐かしいな。ミラーシールドで呪文反射。モンスターが攻撃呪文を使ってきてもミラーシールドで呪文を反射。どうだ。イメージファイト、ステージセレクト発見。タイトル画面でコマンド入力。いきなり最終ステージ。いやしゃー、おうおうおう。信長の野望、戦国群雄伝、兵士増殖技発見。我が輩は上杉謙信、今から兵士を腐るほど増やしてみせよう。ほら、たくさん増えたであろう。モアイ君、面セレクトで遊ぼう。よし、最終面にチャレンジだ。いや、しかし難しいぞ。ファミスタ90、モニターの謎を解明。いくぞ、名付けて大地球回転変化球。おお、おおお、あららら、まだ回転してるよ。おお、激闘スタジアム、ベンチの監督が起きる。カッキーン、満塁ホームランだ。おっとっと、打たれたチームで寝ていた監督が目を覚ました。レッドフォックス、回転ドアの不思議。普通に入ると裏だね。ウルテクだと表だ。ウルテクワンダーランド。スーパーダライアス、26体戦えますか。26体戦えますかといきなりボス登場。やっつけても今度は急ぎん着。あと24体ね。源平討魔伝オプションモード。お前の力はどんなものか。音声合成を楽しんでから。なん、天風戦わーかめ、愚か者め。俺で勝ったと思うなよ。いきなり源頼朝と対決だってできる。まず勝てないね。ムーンウォーク、それムーンウォークだ。スプラッターハウス、ラウンドセレクト。最終面に挑むぞ。夏に火なんか焚くな、暑苦しい。スペースインベーダーズ、レインボー。若者よ、よく見てろ。これがおじさんの青春だ。ピカ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 。どうだ、驚いた。あら、言っちゃった。スーパーバレーボール、ブルースカイサーブ。頑張れ日本、それ天井サーブだ。でも取られたぞ。稲妻サーブ、今度こそ取られないぞ。それ稲妻サーブ。SD バトル神相撲決戦大会報告。